けましておめでとうございます。姫川優太です。今年の私の抱負は清く正しく美しく皆様の一番のオナペットでなれるように本年度も一生懸命頑張りたいと思っております。今年もお力添えのほどよろしくお願いいたします。先ほどね、なんか2017年の抱負言ってもらいましたけど、はい、一番のオナペットね、みんなこいてますよ、すで、うん、にこれ見ながら、いやいや、まあまあ、まあ、和服のね、着物の下のね、裸を想像しながら。